ご利用いただき誠にありがとうございます。はい、ズボンですね。学生さんのズボンかとは思いますけれども、はい、シミの付着状況を見ていきます。あと裾の部分ですね。はい、裾直し用の、接着剤ですね。接着剤がほどいた時にね、このように、残ってしまっているので除去してほしいというご依頼ですね。どうですかね、品の中央よりやや下ぐらい、膝より下ぐらいですね。こちらにもありますので、まあ、ここから、ここでね、止めてあったものを、まあ、今ほどいてある状態ですね。それが残っている状態です、はい。反対側も同じように、ありますのでね。はい、全部で4周ですね。ズボンを筒状に捉えた場合、1周、2周、3周、4周ですね、取り除くことになります。はい、それでは早速決めていきます。今こちらね、取り除きましたけれどもね、キープ指定がありますのでね、急いで、ちょっとして交換取ってもらいたいと思います。はい、一旦終わりです。はい、学生ズボンの染み抜き完了しております。はい、裾直し用の接着剤の付着でしたけれども、はい、綺麗に除去させていただいております。はい、この裾部分でしたけれども、こちらも、はい、すべて取り除かせていただきました。はい、反対側になります。はい、納期にもね、間に合わさせていただきました。ご利用いただき誠にありがとうございます。